勝利を狙います。連日の大整備は5コース5番の森田、初戦3着争いの展開でした6コースに6番の平田です。やや空中戦、旗の動きが目立ってきました。向かい風のスタートライン上、進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。やや目立ったのは5コース4コースあたりですが、内側の3艇も差がなく1周1マーク、逃げ展開。1番の深谷、3コースから3番の中越、真ん中割ろうというところ。1番の深谷大きく流れてしまった。一気にこれを捉えたのは2番山田が差し切って、そして3番中越の内、4番中谷、さらには6番の平田。ここは2番手争い、3人固まってきました。スタートは前提正常でした。1番の深谷この後ろ、現在5番手を追走。2番手争いは2マーク、6番の平田に対して外を回っていくのは3番の中越ですが、やや大回りになりました。4番中谷、ここは差しが届いてきました。2番手争いは4番の中谷が時計前では1点進リードを奪います。先頭2番の山田は5点進リード。2番手争い4番の中谷追って、内から競りかけるのは3番の中越、外から全速ターンでいった6番の平田ですが、ここは振り切った。4番の中谷が2番手、ここは1点進リード。6番の平田がアウトコースにつける展開。一方3番中越は離されての4番手です。さらに後方差が開いて1番の深谷5番手、最後方に5番の森田が追走。2周に負けでも外から攻める6番の平田、さあつけ前で4番の中谷を沈めていこうかというところですが、なんとかこの辺りでは4番中谷も持ちこたえています。両者が並んだ状況の2番手、インコースに4番の中谷、アウトコースが6番の平田。最終周回に移りまして、最後の1マーク、ここも外から攻める6番の平田、しかしここはしのいだ。4番の中谷が2番手、今度は1点進ほどリードを取ります。さあこの間に少し後ろから3番中越も差を詰めてきています。先頭1人独走、2番の山田、最終ターンマークに移ります。2番手3番手争いに内から3番の中越も加わる。もう1回外からつけまい6番の平田、これを振り切った4番の中谷、最後は3番手争いに3番中越が合ってきた。先頭は2番の山田、ゴーリン4番ゴーリン、3番6番、6番3番接戦で。ダッシュ4番5番6番です。第8レース一般戦1秒前スタートしました。インから1番の今月4カード4番の鈴木正樹がまずはいいスタートか、一瞬の1マーク。インからここは押し切っていくか、1番の今月広志、今月が先頭でバックに入って、2番手には2番の龍、3番手僅差で3番の森友也、1番2番3番です。2番3番が判定審査、2番手争いです。さらにコースを内へ変えて5番の木村もここで絡んでくるが、2番手争いが焦点。スタートは正常、第2ターン幕折り返し、先頭1番の今月から注目の2番手、内から3番5番2番ほぼ並んでいます。外わずかに2番の龍がリードを取りました。すぐ後ろが3番森、5番の木村、ここは3番手争いか、あるいはまた2番の龍を飲み込んで三つどもえ2番手争いとなるか。2周1幕、1番の今月から、そして2番手が今3番の2番手が2番の龍、単独2番手3番手争いが3番5番、外3番の森友也、内5番の木村正樹です。競り合いの3番手争いです。1番2番上位2艇で第2ターン幕2周2幕です。1番今月、そして2番の龍、3番手内を待った5番の木村がわずかにリード、しかし直線コースでまた並んできました。外から3番の森友也です。1番2番上位2艇はほぼ落ち着いて最終第1ターン幕、1番今月から2番の龍、注目3番手、内が5番、外を3番で最終のバックに入っています。さあまだここは競り合いがついています。3番手争いに残りあと半周です。1番2番あとは5番か3番か、まもなく最終の第2ターン幕。1番今月から2番の龍正雄へ、そしてまた内を回った5番の木村が3番手優勢でしょうか。まもなくゴールです。まず先頭1番の今月5人、2番手2番の龍、3番手争い5番
ポートレス琵琶湖の報知新聞大阪発刊55周年記念琵琶湖校舎集結第41回琵琶湖王座決定戦シリーズ最終日12レース優勝戦を迎えます。このレースの発売中から天候が急変しまして、締め切り後急に追い風、突風気味の風が吹き抜けました。そのためしばらく発送を見合わせましたことをお詫び申し上げます。さて、各選手まもなくホーム側に入ります。1、2、3、4、5、6枠なりの進入となりそうです。まずインコースには1号艇福岡の武井隆、2コース2号艇岡山岡部隆、3コース3号艇広島山下和彦、1、2、3、4コース4号艇福岡渡辺浩二、5コースに5号艇愛知平野和明、6コースに6号艇東京の伏田博隆です。インの1番の武井が37号機のエース級のパワーでここも一気に主導権握るのか。2コース2番の岡部、昨日は2コースから刺して3コース3番山下、昨日は3コースまくり出しの準優、1番2番3番内枠の3人は昨日の順位の再現を狙ってまいります。3番山下以外は勝てば琵琶湖初優勝、6番の伏田はデビュー初優勝がかかっています。進入コース、インコースから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。ジュニエス優勝戦スタートしました。さあ、内寄りの3艇がまずはいいスタート、競り合って一周の1枠、インから1番の武井が押し切るか、3コース3番の山下まくっていきますが、ここはまず押し切ったが1番の武井隆、武井が先頭ですが、一定しさ、いやもう僅差で外から3番山下、内から伸びてくるのが4番の渡辺浩二です。1番武井が先頭でまもなく第2ターンマークです。すぐ後ろ3番4番もチャンスを伺います。スタートは正常、先頭1番の武井からここで少し後ろ水が空きましたが、3番の山下もなんとか2番手ぴったりと追走、4番の渡辺はやや膨らんで代わって3番手には5番の平野、僅差で6番伏田、4番渡辺をついてしんがり2番の岡部隆です。先頭1番の武井隆から2周のバックに入って2番手3番山下、山下もここは少し離されました。これでどうやら単独先頭を独走か、1番の武井隆、2番手3番山下和彦、3番手また5番6番激しく競り合っています。内が6番藤田、外5番の平野です。1番武井から3番の山下へ、そして注目の3番手は6番の藤田が優勢でしょうか。まもなく最終周回に入ります。1番3番そして6番の順です。うちの2艇が0台前半のスタート、3コース3番の山下も0台中盤のスタートでした。まずは激しいスタート合戦からインから押し切った1番の武井、3番の山下はまくってきました。序盤は僅差でしたが現在大差がついて1番3番6番です。今年これで2回目、前節多摩川から連続の優勝選出で今年初優勝の1番の武井隆、通算3回目の優勝となります。琵琶湖は初優勝となります。37号機のパワーで一気に押し切りまして、まもなくゴールです。先頭1番の武井が5人、2番